久保さん、今日もトランザム磨いてますかまあ、車はね、あの、乗る乗らないは自由ですからね。まあ、所有する喜びってやつじゃないですか、久保さん。多分。<laughs> うん、そのね、持ち家か賃貸かみたいな話にも精通する上ですけど、まあ、どっちが得とかどっちとどっちが損とかじゃなくて、所有する喜びっていうやつですよ。だ当時僕はあの、街中でこう歩いてて、ベンツとか BM とか会社が通るたびに、 なんかね、羨ましいな、みたいな。どうやったらあんな車に乗れんだろうな、と思ってて。で、実際買って、所有する喜びっすよね。あ、これを買えるまで頑張ったんだ。買えるようになったんだ。買える人生遅れたな、みたいな。<laughs> まあ、それでいいんじゃないかな、っていう <laughs>。ね。うん。で、まあ、今回は、えー、そう、インタビューシリーズですね。んで、えー、ノウハウはいらないっていう。うん。 あの、ノウハウ不要にしましょうか。うん、インタビューシリーズってノウハウ必要ですかねだってノウハウ話してくれればいいだけじゃないですか、相手に。聞き出せばいいだけなんで。自分ノウハウいらないですよね。で、僕も、僕も10年前、あ、ま、まあ、まあ、山口陸に教えたのは僕なんですけどね、インタビューシリーズ。<laughs> 僕もね、十何年前、その、あの、インタビューシリー十何年前か、あの、 ま、会社でやってたんですよね。もうインタビューシリーズってのは。しょう、それ商品化まあそれが、ウォール、ウォール、ウォールストリートジャーナルっていうね、あのパクリなんですけど、ウォールトス、ウォールトストリートジャーナルって FX の、えー、サブスク今で言うサブスクリプション。まあ継続課金のサービスを、まあ会社でやってたんですけど、それはどういうサービスかっていうと、毎月お客さんに DVD を送ると。で、その DVD の内容は何かっていうと、 本の著名人です、ね、FX とかで飼ってるまあ買ってる、えー、とかあとは本を出している人にインタビューをしてってそのインタビューした映像を毎月お届けするみたいなサブスクリプションをやってましたでこれね思い出があるんですけどまあ当時投資部門の子がそれを担当していて全部そのインタビューのその先生をあ 見つける、そしてオファーするみたいなのをやってたんですけど、そのね、投資の部門の子が辞めちゃったんですよ。で、辞めて、誰もやる人いないんで、僕になって、僕、全くエフェクトあの、投資の知識ないんですよ。で、投資の知識全くないんですけど、あの、やる人いないからやるしかないんですよね。で、まあ、あの、ブログとか、本とか、その連絡先から連絡して、まあ、こういう企画をやっていまして、まあ、もしよかったら、あの、先生の本もご紹介がてら、あの、インタビューさせていただけないでしょうか、みたいな。 で、その、ダイレクトメールを送ってね。で、アポ決まって。で、な、3人ぐらいやったんですけど、めちゃ緊張しましたね。めちゃ緊張、だって FX やってないのにインタビューするみたいなね。投資経験ゼロ FX やったことないのにインタビューしていくっていうね。めちゃくちゃ緊張しましたね。だけどやりました。ということは、FX 未経験、FX やってなくても先生とインタビューをして商品作れるっていうね。これやばないですか うん、で、それをもう十何年前やってたんですよね。うん。で、いまだに僕はそのインタビューシリーズっていうのをやってて、音声対談っていうのをやってて、まあ結果が出たね、熟成さんだったりとか、結果が出たコンサル生とあと対談をして、まあ聞くこと本当久保さんと一緒で、聞くこと変わらないですよ。なんで結果が出たんですかとか、結果が出る人と結果が出ない人の違いって何だと思いますかなんであなたは結果が出たんですかなんで行動ができたんですかとか。 もう聞く内容ほぼ変わんないですよ。だから、あの、話す相手、でも話し相手が変わることによってコンテンツが変わるんですよ。だから情報発信できないっていう人は、インタビューシリーズをね、やればいいんじゃないかなと。まあ分かりやすく言うんだったらば、あの、年収チャンネルって YouTube にもね、年収チャンネルみたいなのありますけど、これも、いろんな人の年収をインタビューしていくっていうチャンネルがあって、 ま、結構ね、もうチャンネル登録増えてんじゃないですか、年収チャンネル。前、その YouTuber の方とかも出てましたけど、年収チャンネル。年収チャンネル12、12万人ですね。12万人年収チャンネル、あのー、いてます。まあ、これも、たぶん、完全にインタビュー、ほぼメインでしていくっていう内容ですよ。うん。だこれはね、結局みんなやらないんですよね。やらないから、結局、最新の、ノウハウなのかわかんないですけど、 だから、やればいいってことですよ。<laughs> だから、自分に何も話すことがない、自分に何も武器がなくても、武器がある人とあの、武器がある人を見つけて、コンテンツ化していくってことをやればいいの。はい。えー、途中で切れちゃいましたけど、どこまで行ったかわかんないですけど、えー、っと、なんだ。あの、とりあえずインタビューシリーズいいので、あの、やったほうがいいと思います。 あのー、特にコンテンツが作れないっていう武器がないっていう何話していいか分かんない。だっただ話すこと簡単ですから。だから二言三言を質問していけばいいだけなんで。<laughs> あとは慣れれば、まあ、なんかその、なんだ。慣れればあとはなんかいろいろ話せると思いますし、別に話さなくてもいいし、話して、話してくれればいいんで。話して、話してもらえればいいので。非常に簡単なコンテンツの作り方なんで、ぜひやってみてください。やらないと思いますけどね。いってらっしゃい。